少し歩き疲れたんだ。少し雨きつかんでたんだ。手紙の焦点だけど人生特有の長い道を少し休みたいんだ。少し休みたいんだけど時間はどこ一刻残酷と私を引っ張っていくんだ。ことばかりで部活にも泣いてしまいそうになる。情けない本当にな惨めな気持ちなんか嫌というほど味わってきたし、僕に暮らしたなんてものは出てきたはずなのに、絶望抱くほど悪いわけじゃないけど欲しいものはいつも少し手が届かない。そんなあんただとね、なんか期待してしまうから、ならもういっそのことどん底まで突き落としてよ。答えなんて言われたって知らないって突き止まってて、でも絶対なんて絶対信じらんないよね。苦しみって誰にもあるって、あのままって残らないなんて、だらだらって済ませたいな。もうわかんないよ、届けられてたら嬉しいな。